くるオレンジ青黄色もうほんと全然インポスター引かないな。本当にこれ5分の1で引くの10分の2で。ナイスボタン。ナイス。素晴らしい。ナイスボタン。ナイスボタンです。おお。俺の女が押した方がいいわって言ってました。なるほど。女つえな。女ね。うん。女のことを聞く男子かっこいい。うん。ちゃんと聞き入れます柔軟に。うん。柔軟に。柔軟に。大切にされた女子もきっと喜んでおる。現です。エレジさんがちょっと気になってまして、あ、はい、私、はい、初手エレクトリカルの私、ほぼ最速、まあ最速って言っても、まあ、はいはい、移動は後半なんですよ。行ったらエレジさんがダウンロード前のベントの目に立って行って、まあそれはいいんですけど、はい、その後右斜め下に降りて行ったんですよね。ああ、その移動だけ気にしてたんで。エレジーは、まあ、初手下、あの最速で下抜けて、で、ストレージングタスクなくてクソだなって思いながら、エレクトリカル行って、口悪い。で、したら、あ、ごめんなさい。で、タスクやってたら、はい、そういえば、ここって、メッドウェイってベント見えるのかなっていうのをちょっと試してただけっていう。あ、あ見えねえなって思いながら。見ようとされてたと。あ、そうですね。だから。最初、エレジーさんがメドウェイで誰か殺してきて、はい、あ私もろとも殺しにかかってるのかな、でもキルクルタイムになるから殺せないのかなとか思いながら、はい、戻ってたんですけど、ああ、見ての通り、見ての通りです。あ、じゃあ、何ですか、ベントこの、この位置だとバレるかなっていう検証したってことですか。そうですね、ここだって、まあ、もうちょっと考えた方がいいかなって感じで、あじゃあ、インポスターということで。ベントミスってるかちょっと、うん、そうですね、やっぱ学びって大事ですかね。人間を成長できる。偉いな。僕はこの投票ということで先端さんのリセットボタンだと思いますね。夏海先生、今回頑張りましょうね。あ、いや、自分エレジさんとは言い方ではないので投票しましょう。エレジさんに自分違います。これ対立です。これ皆さん、これ対立です。これ分かりました。エレジさん、夏海さん、先端、ゲンさんの4インポスターです。4インポスターか。やばい、1キルで2キルで終わるか。キルレン、キルボタンレンでした。ハーシロ。ナビ行こう、さすがに。さすがに。ガニガニ。緑、水色、オレンジ。水色、青、オレンジ。水色、青、オレンジ。ここはタスクを我慢します。タスクの我慢が大事。いてー、激人陣営が殺された。はい、いやーニーポサジンドル。カフェテリアの下です。トの字のちょっと上ぐらい、うん、さん、うん、どなっただね。なんだか白白、なぜか、なぜですか。証拠に見せられた。え、センターさん、結構直近見たぞ。見ましたね。この字でむしろサントスさんと一緒にいたのを僕は最初。いや、ちょっと待って。誰かとすれ違ったな。ウェポンの下あたりで、サントス、センター、藤宮、アシウがそこらへんいました。アシウさんがナビゲーション入っていって、僕はこの字を下っていって、はい、僕目線ではサントスさんとセンターさんがこの字の上に。そうで、いや、でね、私そっち走ってって
センターさんよりさ、ん違う、順番どうだっけ、停電になったんであれですか、僕をレポートした方がよかったね。いや今停電で逆走してくる人見たんだけど、誰だっけ、はい、はい、あ、ゲンさんかな、ますゲンです。で、私はサントスさんとおそらくセンターさんがカフェ方向に、うん、並列して移動しているのを横目に私はウェポン方面に逆走しました。そうだから私視点はだからほぼゲンさんで、ああ、それは違います。だって今レポートしたのがどなたですか。え、だって私夏目先生の下よりリポートしてるんだよ。でもセンターさんじゃどうされたんですか、サントスさん。知らない、一番近くにいたゲンさんが怪しい。でも私はセンターさんは少なくともキル絶対できないですよ。俺ね、えインポスターだって、サントスさんとセンターさんが並列してカフェに、行かれたのを完全にクロスする形で、私は停電前までセンターさんがこの字にいるのは見てますけど、停電で見えなくなりました。でその後、ゲンさんとすれ違ったのを視認して白の死体をレポートなんで、停電になってからセンターさんは分かんないです、どこにいても。でゲンさんとすれ違ったのだけ見えているので、はい、ゲンさんはセンターさんとサンタさんが一緒に飲みてるって感じで、ギリ見えました。白ちょうどウェポンとカフェのツールの間です。あの位置洗った方が良さそうですね。エレスキーさん、あ、どうぞ。あ、でもゾニキ、初手左行って、メッドベイ、アッパーが遮蔽されて、アッパー引っかかって、しないでよかったね、テール直しに行ってロアぐらいです。リンネ、アドミンでひたすらカードスラッシュ。ひたすらカードスラッシュ。ひたすらシールド。サントさんボタンが一番いいんじゃないですかね。サントさんボタンがいいと思います。いや、これゲンさんじゃないパターンあるな。ゲンさんかサントさん。サントさんじゃないパターン。サントさんに押してほしい。いや、狙ってるな、これ。お疲れ様です。お願いますよ。めっちゃモテたーい。お願いますよ、めっちゃ痩せたい、イエス、イエーイ、お願いますよ、めっちゃモテたいから、うー、あー、ありがとうございます。あ、すいません、さっかなす、あ、どうぞ。わかん、か、いや、勝ち合っちゃったっていう感じ。あ、うん、大丈夫、すいません、はい、分かってる。あ、ね、私自身の話でいいですか。初めゲンさんと思ったんだけども、あのカフェの、 あの上、右上のタスクのとことか右下で停電で隠れてて、うん、私とかゲンさんがすれ違ったのにシュッて切ることできるから、一概にゲンさんとは言えないわ、うん、他に最終位置視認されてない人はできるわ、それ、まあ、うん、他も聞きますよ、ファサトらしいな。でも、あ、どうぞ。停電中に、すみません、申し訳ないです、はい、いいんです。ゲンさんは停電中にサントスさんとセンターさんとすれ違ったっておっしゃってましたよね。はい、いいぞ。サントスさんについていくセンターさんの視野をそこまで広く見えるのかなっていう疑問があります。横に完全に並んでたんですね、あのカフェテリアとウェポンの。あ、申し訳ない、はい、だったらセンターさんは記憶違いでセンターさんと最初一緒にいたか直前までいたんだけどっていう記憶にはならないかなとは。はい、なのでサントさんは私目線です。先端さん切るには関わってる位置で一番近いんですよ。あ、原さん、あ、ちなみに原始点では違ったら何秒前ぐらいですか、レポートの。もう5秒ぐらい前です、ね、5秒前、私も5秒前くらいって言われなんで、他の人を聞きたいかなと思います。 LG 一応結構近い位置いるんで言うと、初手ナビゲーション行ってサントさんと先端さんが一緒にいたの見てます。その後 O2 にタスクしに行くときに足湯さんとすれ違いました。で、その後は、最終一応ナビゲーションにどっちかしに行けないかなと思って向かってる途中でレポートって感じでした。O2 から何でしょうか。アシューさんと LG さんは見合ってる。一瞬すれ違っただけなので無理とかそういうの話せない。気づいてないですね、僕は。分からんかった。サンドさん見たっつ、辻宮さんと、魚はメットベイ最終位置なんですけど、誰も、はい、メットベイの方に入ってきてなくて、停電が鳴った時に3つの弁当が視認できる位置でずっと待機をしていてリポートっていう形ですので、まあ、一応僕も容疑者候補には入るかなと思います。で、足湯さんが多分ね、俺がメットベイの方に行ってるのは確認してくれてるはずでしょって。あ、そうですね、メットベイっていうか、そうですね、上でタスクやってる時左側行ってました、はい。いや、これなんか誰かシュッとやった気もするな。ゲンさんじゃない気がしてきたな、ごめんなさい。サントスさん、もし私を疑うのにしたら夏目さんキルだと思いますよ。ああ、確かに、まあ、そうですね、私は夏目さんキルはできますが、先端さんキルはできません。今日ね、 YouTube に調子悪いか、ごめんね。リプレイズサイドベンド腹筋 6LDK 回ダンベルカール、ハンマーカール、移動がいいね、チョモランマ、プッシュアップ、ベンチプレス、大胸筋が歩いてる、仕上がってるよ、仕上がってるよ、筋肉本舗、はい、ズドン。ありがとうございます。ちょっと、まあ、最初の結論として、
リンネさんはずっとアドミンのカードさらしをやっていた、はい、全く動いていない、うん、で、さかなさんがアドミン、ゾネキさんがアッパー、あ、ロアぐらいです、あ、ロアか、はい、アッパーからロアでしたっけ、はい、で、アシュさんがナビゲーション、シールドです、あ、シールド、はい、で、いいですか、僕と、はい、多分エレジーさんがそのゲンさんとサントスさんの間を割って、この字のベントからキルするできる位置にはおるんかなっていうふうに思ってます、うん、はい、この人さんってウェポンからどういうルートで死体の方まで行きました、壁を張っていったのか真ん中から行ったのかって、サントスさんの死体発見ルート、あ、私はウェポンからあのボタンの近くを通っていきました、あの壁張ってじゃないです、ボタン下行くルートで、白が、トノジのちょっと上ぐらいに落ちてるのを見たっていうのが私でした。藤宮さんってどこにいたんだっけ、僕は、この字で足湯さんとすれ違った後、最終多分コミュ上ら辺だと思います。原始点だけかもしれないですけど、一、うん、つ言えることがあって、これ西体ともカフェです、ほぼほぼ。うん、あ、そうだよね。まあそうですね。カフェだと思う。ゾニキさんはほぼ無理なんじゃない、うん。直前なんでしょう。ちょっと左ですかね。まあでも誰もいないからな、誰からも目撃されてないからなんじゃ、まあ、そうなんですけど。私やっぱりサントスさんが例えば夏目さんが先に死んでいて、で先端さんがそれを見つけそうになったから先端さんを切った上で夏目さんのレポートをしたとか、あれ待って待って、ゲンさんでどういうルートで右行ったんだっけ、下からストレージャーとかです、はい、アドミンでタスクやって、その時多分リンネさんが置いていった気がします、はい、でそのままカフェの方行こうとしたら停電始まって、でもカフェまで行っちゃったしなってことで、も停電関係ないやと思って右に行きました。その時トノージの上で死体は見てない、ないです、ないです、もちろん。そしたらレポート出てます。サントスさんとゲンさんペアでいいんじゃないですか。ペアでいいんですか。いろんな色で。ゲンさんはほぼサントスさんなんだよ。はい。白の白。色を持っていいと思うんですけど。いや。色ではない。色ではないと思う。そこは色ないと思います。ペアでいい。あ、そうかな。シンプルに近いのはサントスさんとリンネさんだと思います。そう。多分ね、二色サントスさんとゲンさん二色だった場合、まあいいや。新しい女の前で一人で寂しくタスク一層死にたいなんて、はい、あ、すいません、これで最後にします、はい、あの更新だけ決めるためのボタンです。でゲンが死んだ場合ボタン持って死ぬのがもったいないと思うので、どうしておきます、うん、どうしましょう。私はまあペアかサントスさんとペアが一番、あ、私はペアかな、ね、なんでかっていうとゲンさんで確定して、まあ死亡したよ、まあ可能性あるけど、もしかすると塗られてる、さっき言ったその位置が白証明してない人がヒュッて噛んでる可能性もあるから、ワンチャン白白の可能性もあるから、みんな言ってるので、そうですよね、うん、だからまあペアのサントスさん塗るというのはどなたが塗ってるんですか。そのリンネさんとか魚さんとかゾニキさんみたいな浮いてて位置がない人が停電中にうまくヒュッヒュッて噛んで、今私とゲンさんが白同士で喧嘩、今一撃、それであれば僕とかはゲンさんのハントさんの中にインポスターが確実にいるからローラしましょうって提案をします。ローラしろローラしろ、いざいざ、僕はね、ゲンさんとサントさんがインポスター同士ってあんまり考えにくいと思ってて、そもそも停電が起こっていた時にサントさん開口一番にゲンさん近くにいましたかみたいな、まあゲンさんもサントさん近くにいましたよみたいな話をしてるから、そもそもそれを出す必要はないと思ってます、インポスター同士。なるほどなるほど、まあちょっと考えすぎかもしれないです、申し訳ないです。いけいけゴー。じゃあ先ほど話したけど、ペアが一番、ペアが一番、あ、ロラしない、むしろゲンさんはね殺せないじゃと思うんですよね、インポスターじゃない場合は、インポスター塗りたいから、多分ある場合私が夏目さんを切って、うん、でサントスさんの先端さんって僕歩いてるのを見た状態で、うん、ウェポンの方まで行ったっていう話になるんですけど、そうなんだよね、だってそもそもサントスさんが先端さん直近で見たぞって言ってるから、はい、で私も見てます、ロールロールだ、あら、まあ、サントスさんの後ろで反抗ってなると、まあなんかその人も視点同士だったら多分大体インポスター位置は把握できてると思うから、あとはまあ気をつけて動いてもらおうって感じでいいかなと思いますが、うん、私は基本的に、あ、はい、ペアなら私サントさんについていきます、大体助かってる、 ありがとうございます、はい、ドラしないんかーい、ロードローラーだ、まあ一応リンネさんは反抗可能なのか、アドミン系、ね、誰も見ていないから、誰も見ていないので浮いてられます。これ勝ったら熱いな、うん、いい対立の仕方したな、自社目線ではすごい不自然だったけどね、あれ隠しじゃあペアで、わかんない、隠しろは、うん、くれないかな、
なんかさ、モノマネできないの？モノマネ？うん。できるよ、銀玉のやつ。お。いきます。アンパンを。アンパン生活1日目。アンパンを天空に向かってスパーキング。知らない？知らない。嘘。似てるの？え、めっちゃ似てるって好評だった。何のモノマネそれ。誰か知らない。知らない人のモノマネ。知らない。名前覚えれないんだよね。宮崎だっけ？宮崎？山崎？宮崎。山崎だ。山崎。山崎。めっちゃ似てるって言われた。めっちゃ言われ、え、言われてる？うん、言われてる。ほらー。イェーイ。これが夏目の唯一の持ちネタです。先端は僕うん、なんかね、モノマネ得意だったんだけど、なんかだんだんさ、モノマネってさ、なんか似なくなってくんだよね。なんか自己流が入り始めて、あー、こだわりがね、そう、癖みたいなのがついてきちゃって。うん、じゃあどうぞ。なんかパッと光って咲いた花火を見ていた。はーい。多分このモノマネが一番似てると思います。どっから出してんだその声って誰？バーチャルゴリラさんのモノマネです。VTuber さん。知ってた。まあ、じゃあこれでさ、多分これが一番近い今のモノマネで、これが一番捉えてる。バーチャルゴリラさん、そっちか。うん、打ち上げ花火よく歌うの？いや、歌わない。わやろ、ちょっと。あ、ゴリラさんが、ゴリラさんは歌ってるよ。 あ、歌ってるな。うん、レモンも歌ってるよ。レモン歌ってみて。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。めっちゃ渋い、いい声なんだよな。なんでそんな声出せるの？すごい。ナイス発見。セキュリティで、ベントが、動いてます。セキュリティ発見で。あれ、二郎じゃないのですか？ってやって。今です。死人できなかったんですが、二郎じゃないんだ、ここ。だから、ベント切る。セキュリティで。違うんだ。キルされてベント潜って、でも名前とかまで分かんなかったです。ゲンサントスはまず無理で、最後メトベイの上にいるので、まあ、メトベイから出てきてる人とか見てないっていう情報が落ちてるかな。はい。あと、これは体感値ですけど、魚さんが私と、サントスさんを何回か死にしてしばらく見守ってくださるムーブがあったので、まあアリバイを取りに来てる場合を除き、基本的には魚さんも白で行きたいかなってぐらいです。チャピアになりたかったよね。アドミン行きたかったけど、2人がいるから入れねえと思ってた感じですが、藤宮さんいたと思うんだよな。藤宮さんアドミンで入室管理見てたと思ってて。僕アドミン見た時に、まあでもそれもだいぶ前で、最初俺ね、割とリンネさんの移動みたいな、コミュニケーションサボがなった時にゾニキさんがコミュニケーション俺が直したんですけど来てくれて、リンネさんはそのままストレージの左の方行ってるから、リンネさんのコードルートを知りたい。その後、コマンドタスクはお任せして、エレクトリカルの方に行ってタスクを直し、最後セキュリティのタスクをこなしてっていうところじゃん。セキュリティにはいなかったですよ。いや、中のタスクですか？中のタスクではなく手前のタスク。あ、配線。あ、配線かな？あ、配線か。トニキさんは見たの？いや、見てないですけどね。トニキさんはカメラを見てたんでしたっけ、そのレポートの。いや、違います。カメラのところに死体があって、弁当を見てるって感じです。はい、アドミンを見て、ロア1が気になったんで、はいはい、見に行って、で、結局何もなくて、で上に上がった時に弁当がパカっていう風なのを見て、で、はい、見に行ったら死体があったという感じです。LG 最終ナビなんですけど、コミなんですけど、そうアドミン出る時にカメラついてたんで、本当に直近のキルってなると多分同じこと考えてました。イメージです。うん、そう、カメラついてたんよね。いや、そうだと思うんだけどな。ちなみにカメラはセキュリティはね、リンネさんはなんで釣れるんですか？俺ゾニキさんでしょ。
あ、ドンキさん？え、私になる？僕ボタンないんで。いや、これまずい。どんどん議論してください。君が好きだよ。さて、わかれるか。わかれるよ。君様。お疲れ様です。ギリギリだな。多分大丈夫だった。ゾニキさんは初日の容疑も、ま、ゾニキさんが一番むしろ白くて、ゾニキさんに入れたら多分私だけですよね。で、意見的に一緒だったのがエレジーさんなので、あ、ごめんなさい、あのね、エレジーね、あの普通にリンネさんに入れちゃった。あれなんですよ、リンネさんが弁当に入ったか、ゾニキさんがリンネさんになすってるかの二択だと思ってて、で、入れちゃったって話です。あ、でもね、今日ゾニキさんに投与すれば、1インポスターほぼ十分ですよ、うん、はいはい。リンネさんとゾニキさんの証言がそもそも合っていないので、はい、あとね、あの、ボタン下から押したんですけど、ゾニキさんがね、ね、あの壁テレがぐるぐる追いかけてきたんで、割と結構インポスターの可能性高くなっちゃったなと思います。確定だと思ってますし、もっと言うと、魚さんは白角でいいと思っています。この状況どうするか必要がないからです。うん、色あ、そうですね、確かに。やったー！ああ。あ、で、あ、そっか、で、LG 目線だと、今リアクターに来たのが LG サントスさん、ゲンさんだったかな。はい、後から藤宮行きました。藤宮さんか。なんで、まあ、サントスさん、ゲンさんの陣に拾わいそうだなっていうイメージはあります。まあ、LG 目線なんでも、あ、これまあ、うん、LG さんの発言的に、昨日私、LG さんがゾニキさんに少なくとも入れようとする意思は感じられて、あの、普通に、あの、最終の認識を間違えていたので、ごめんなさいって感じです。初日ってゾニキさんは、夏目さんのキルが結構多いってことですか。まあ、いや、てか、どっちのキルも関わらないと思うんですけどね。浮いてるから、まあ。浮いてるんですよ。一応ね、ゾニキさんできますよ。だって、ロアエンジンで誰も近くにいない証言だから、あのそもそも俺と同じ位置で、うん、あの証言、目撃証言がないので、例えばサントスさんが容疑者だった場合は、先端殺して、夏目さんもそのゾニキさんが殺してるとかあるし。やつ、うんぬんの前に、あのもう今のが2人しかいないんだから、確実に釣れるんだから。うん、ゾニキさん釣りいけない理由がないかな。あ、まあまあまあそう。あ、そう、ゾニキさん追放でフィニッシュなんですが、あともう相方の位置が誰になるのかって話で、僕が今状況的に白になるんであれば、はい、そう、リンネさんも違うってなると、うん、容疑者候補ってそもそもサントスさん、ゲンさん、あともしくはこの字付近にいたエレジさんだと思います。まあ相当の難しいと思うけど、まあまあ、いや、リンネさんで釣れて、まあまあ、あんま追ってはないですけど、カドミンでっていうのがね、浮き位置っていうところでキルしてるっていう。まあ正直聞く感じ、サントスさんの方が黒く見えてきた、まあ、っていうのはありますが、お願いします。ワンチャンあるね。じゃあこれ。じゃあ継続にしましょうか。キル。継続で、はーい。うん。始まらんか。何ですか。いや、何もないです。大丈夫、すみません。どうしました。どうしました。何もない、何もないです。いや、さっき脇腹ギュンつって思ってます。危なかったっすわ。タスクが進んでないのでワンチャンありますね、これは。うん。足さんなんか歌ってくださいよ。例えばコウメ太夫とか。お願いマッスルは。チャカチャンチャンタカンチャチャンチャンチャンチャカチャンチャンタカンチャタンタン。サントスとエレジー疑ってたのに筋肉に締め殺された肉じゃが。すみません、ちょっとお茶を濁してしまって。ゲンさんがやってます。何をですか。今エレクトリカルの、配電盤の、ちょい下ぐらいで魚さん と、その前にゲンさんが通っていったのが見えました。停電中にもかかわらずですか。私は、エレクトリカルの奥でタスクをやってて停電になったので、右、上から回ってきて
配電盤のところを行こうとしたらレポートが上がって、その後源さんが上のところにヒュッてきました。なので源さんが切った以外考えられる。藤宮さんにお伺いしますが、はい、私はリアクターに来ていましたか？来てました。はい、サントスさんは来られませんでした。初手に行きに行かれました。ペアはどうしたんだろうって思ってました。はい、いやペア解散していなくなったのはゲンさんですよね。私タスクやってて、ちなみにタスク終わってない方、一応タスクのあれ私全く終わってないです。エレジーさんかな、多分3残ってる。多分私全く終わってないので4です。7、藤宮さんはどうですか？あ、僕はあと1個って終わりますけど、まあ、ゲンさんがサントスさんについてってて終わってないっていうのは、まあ、わかる、すごく真っ当です、ね、はい、そこはそうですね。あの優先してもらってたのは事実です。もともと優先してっていう話があったので、うん、はい、そこは事実。ちなみに現の主張をしておきます、サントスさんが配電盤も停電になった瞬間に私はカメラから抜けて、サントスさんがストレージ方面でうろうろしているのを視認したので、サントスさんと合流しようと思って停電ならサントスさん直しに行くかと思ってエレクトリカルまで行きました。そして私が、はい、配電盤を開こうと思った矢先に、エレクトリカル前通路のところで血しぶきが発生してレポートを連打しました。マサシシティにストレージで合流ではなくて、エレクトリカのタスクをやって右上の3つ合わせるやつで終わった後に直しに行ったら、配電盤前のところでゲンさんが上がってきて、その後レポートが上がったって感じです。まあ、そもそもリアクターを直しに行かない時点で私はサントスさんを黒で皆さんには見ていただきたい。いやそこだけで拾われるとちょっと苦しいかな。あとは今私がレポートするメリットも考えてほしいです。うん、サントスさんの方が、僕は先端3キルのところでサントスさん見てるので、違ったらごめんなさい。総合的には、ナイスファイト、ナイスファイト、ナイス、みんなさん申し訳ない、打ち取りしちゃって接戦だったね。いい試合やった、動かした、ごめん不用意でエレクトリカ近づいた。いやーやっぱみんなとマイドリアウのはきついわ。あ、でもサントスさんいいムーブでしたね。キルはタイガースのセリフも、だって私がちゃんと私が来てなかったら多分もっとえぐいことになってたんで。そうですね、そもそも多分リンネさん釣った段階でゲンさんがその話をしなかったなっていうのを思いました、うん、あのゾニキさんじゃないっていう話を、なんかリンネさんで釣れましたねみたいな話ですって終わってたかなっていうこと、あとあの先端さんのキルが多分カフェテリアで夏目先生の死体をサントスさんが見つけちゃってサントスさんが殺したのかなっていうふうにちょっと思っちゃって、うん、って感じでした。結局正解、答えはそうやったんですよね。うん、夏目さんのお肉見つけようとした先端さんをサントスさん切った、ね、そうそうそう、私なんか知ってる、うん、広いから先に見つけたから、うん、あやった方がいいなと思って、うん、正直あのだいぶその日のキルでサントスさん黒っぽいなっていうふうに頭で思考ロックしちゃったから、まあ、5人場面で殺してくんねえかなって思いながらちょっとやってました僕は、うん、どうしてももしも現世だったらサントスさん一応から殺してくれって思いながらやってました、うん、あれ相方ってどうなったの？ゾニキさん、ゾニキさんじゃないですか？筋肉ゾニキさんか。いやー現さんナイス。あ惜しかった。あと2秒、あとね、カウントね、2だったけど、多分 1.5 秒くらいでした、体感。ああ、そうですね、1ぐらいまでなった。1になりかけたくらいだった。カフェテリアでね、ちょっとね、左手の筋肉が見えたんですよ、ちょっと。大きいんでね、見えちゃうっすよね。やっぱりね。いやー、惜しかったな。カフェテリアの真ん中のテーブル、片腕でこうやって、そんなに OL